頑張れ日本。岡さん、岡田さん、はいはい、こんにち は, こんにちは。ラグビーがちょっと話題になってると思うんですけど、はいはい、岡田さんも高校時代ラグビーで活躍されてたと思うんですけど、はい、あのフォワードの中心のナンバー8と、まあ、花形の足を持って、かっこいい。高校時代はあの結構足が速くて11秒7で走ったので、高校3年の時全日本の高校選抜で全日本選ばれました。すごい。ラグビーで有名な言葉っていくつかあるんですけど、はい、男の子を大人にするスポーツと言われていて、やっぱり勇気がなければいけないし、根性と諦めない気持ちっていうのはやっぱすごくハードなスポーツだった、ラグビーやってきたということで培われたこと。すごい。今めちゃくちゃワールドカップで盛り上がります。頑張れ日本。ありがとうございます。